セバスティーヤの村かつてサマリアの戸があった丘サバスティーヤはヨルダン川西岸地区北部パレスチナ自治政府統治エリアの村ギリシャ5名セバステーラテン5名セバステ5名サマリアサマリアただしサマリアは西岸北半一帯あるいは古代には現在のイスラエル領にもまたがる一帯の地域名としても使われ例えばサマリア人は その意味である。サマリア地域の中心都市ナーブルスの北西 10km に位置する。人口は4114人。北イスラエル王国の首都だったが、現在の住民は主にアラブ人である。カナン人などによる遺跡が残る。北イスラエル王国南、ユダ王国アッシリア補修による強制移住。左下にサマリア、その下にエルサレムとある。 紀元前9世紀に北イスラエル王国のオムリオがシェメルから山を銀にタラントで買い取り、そこに首都を建設した。なお、現在のセバスティアの町はこの山の斜面に位置する。この都市はシェメルにちなみサマリアと名付けられた。シェメルは人名とする説が有力だが、詳細は不明。後にはシャマルにかけられ、立法を守る者の,の意味とされた。 その後、アッシリア王、シャルマネセル5世がサマリアを攻め、サマリア王ホセアに兆候を犯した。ホセアは、エジプトの総王に入港し、救援を求めたが、シャルマネセルに発覚し、シャルマネセルはホセアを捕らえ、サマリアを3年間包囲した。紀元前722年、サマリアは占領され、北イスラエル王国は滅亡した。この直後、シャルマネセルは死去し、サルゴン二世が、 アッシリア王についた。サルゴンにより、イスラエル人は、アッシリアの各地に強制移住させられ、旧イスラエル王国へは、アッシリア人やアラム人が移住した。サマリアは、ユダヤ人支配の根拠地となり、ユダヤ人からは、悪徳の町とみなされた。紀元前331年に、アレクサンドロス3世、紀元前108年には、ヨハネ・ヒルカノス一世により都市は破壊された。 紀元前63年、古代ローマのポンペイウスにより再建された。紀元前27年、アウグストゥスがヘロデ大王にこの都市を献上した。ヘロデは都市を再建、拡大し、セバステと解消した。これは、アウグストゥスの称号の一つで、ギリシャ語で尊敬すべしを意味し、ロシアのセバストポリとも同語源である。現在のアラビア語名サバスティアの元である。 十字軍時代にはエルサレム王国の司教座が置かれた。当時の教会跡が今も残る。西岸地区の他の地域同様、1947年の国連パレスチナ分割決議ではアラブ人地区となり、1948年1949年の第一次中東戦争でヨルダンによる占領下に置かれ、1967年の第三次中東戦争で、 イスラエルによる占領下に置かれた。ありがとうございます。